おはようございます。すいません、遅れて仕事終わり今。あ、そう、ちょっとカメラ回してんねんけど。あ、これカメラ、はい、はい、まあ、もし今日、はい、まあ、もしかしたら使うかもしらんし、使わんかもしらん。まあ普通にしてもらっていいんで。あ、なんすか、これ YouTube。 YouTube やな、ね、一応な。あ、仕事終わり今。いや、ちょっと今仕事抜けてきて、多分また30分ぐらいで。あ、マジで戻ると思うんですけど。マジか。すいません、バッ、いや、全然全然、こちらこそわざわざ来てもらって。いえいえ、やっぱ忙しいな、仕事。まあ、ぼちぼちしかね。はい、あ、そっか。これなんですか、飲んでいい。あ、いいよ。あ、飲んで、いただきます。飲んでください。いただきます。そっか、はいはい、あ、最近どう、調子どう。調子なんですか、調子。全体的なライフ、人生、調子どう今。まあ、そうっすね。まあ、相変わらず特に何もなく平凡な。休みの日とか何してんの、日。え、休みの日ですか。うん、まあ、普通になんか休養と言いますか、だらだら。あ、もう疲れて休んでるって感じか。そうですね、平日、そうですね、平日仕事して、もう休日はもう疲れて休んでる。体動かしてないんちゃう。まあ、その辺散歩したりはしますけど。ドラムも叩いてないもんな、最近。ドラムはそう、叩いてる。あの、去年のあの、あれ、そのライブ以来以降、ほぼあの撮影でちょっと触ってたりはしますけど。それは疲れるって、もう体力が多分落ちてんねやわ、それ。ドラム叩かんと、やっぱり。まあ、そうですね。あ、あれ結構運動すごいやん。まあまあ、確かに。テンション上がるやろ、なんかこう叩いてたらさ。やってる時は楽しいですよね。あ、そうや、はい、はい、定期的にやっぱりドラムは叩いた方がいいと思うね、絶対。まあ、そうっす。なんか休みの日とか、こう人を叩きたくなるんですけど、うん、楽しいは楽しいやろ。まあまあ、ドラムは大好きです。ああ、はい、いや、絶対やった方がいいよ。いや、やし、うまいもん、ヒロキドラム。もったいない、マジで。なんすか、急に。いや、やってさ、撮影のさ、休憩の時とか。決して僕、うまくはないですよ、あの。いや、うまい、うまい、うまい。いやいやいや。うまいって。それはまだ出してないもんだって、動画で。出していこう。いや、うまい、ヒロキ出していこう。本当に、あの、うん、決してうまくはないです、僕は。でも好きやろ、情熱伝わってくるもんな。まあ、好きは好きっすよ。撮影の合間とかさ、はいはい、休憩あって、トイレ行くやん、はいはい、で帰ってきたら絶対叩いてるやん、ドラム。まあまあ、確かに。やっぱ嬉しいもんな、そういうの見たら。嬉しいんすか。やっぱドラム好きなんやって。はいはい。でその感情を汲み取って、はい、ちょっと今日の話はねんけど、二人でなんかこう音楽作品作りたいなって。あ、ギターとドラムとして。いつもカメラやってくれてるけど、はいはい、今回はもうドラマーとしてオファーしたいみたいに。作品っていうのは何ですか、この YouTube じゃなくて普通に音楽。 YouTube、 あ、 YouTube、 まあ、ミュージックビデオかな。あ、ミュージックビデオを作りたい。インスト曲の、はいはい、ミュージックビデオ2人で。え、既存の曲じゃなくて。じゃなくて新しく作って。はは。なんかこうやっぱり、まあ、ドラマーとギターやん、せっかく、はいはい、でスタジオ入ってもさ、いつも壮大なコントやってちょっとこう流れるように叩いて弾いて終わりやん。あ、そうですね、はい、視聴者の方も結構見たいんかな、その。いや、じゃあお前らどんな演奏できんねやみたいな。まあ、全然あのお誘い、ね、いただいて、それはもうありがとうございますなんですけど、なんですけど、大丈夫ですか。もう結構そのスケジュールがどうしてもちょっとあの忙しいみたいな。僕もう普通のサラリーマンなんで、なんか結構平日もう全く動けないんですよ。あの、あ、いや、休日でいいよ、休日でいいよ。休日でいいんですか。全然全然支障ないですか。支障ない。もうそこはもうヒロキに合わすんで、合わしますんで、そこは。あ、そっか、そのケツもないんですよね、この作品。あ、全然決めてない。あ、もうそん自由に。あ、もう自由に。ただまあ無期限にするとダラダラいっちゃうから、はい、まあ2、3ヶ月。あ、まあまあまあ、まあ、で決めて、はいはい、まあヒロキが無理のない範囲でやれたらな、はい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 、みたいな。リハビリの期間もらっていいですか、ちょっとあの。ああ、まあ、曲作って、曲の難易度にもよるよな、もちろん。そうですね。あ、え、レコーディングするんですか。いや、普通にドラムを叩いて。あ、したい。なんかその、あ、そう、過程もなんか撮りたいな、みたいな。はあ、レコーディングとか、作曲の風景、なんかオレンジ着てもらって、あ、はいはい、撮ってるのを動画で流しても面白いと思う。なるほど、そう。それは大丈夫、その、そういう過程を取って。あ、全然大丈夫ですよ。結構出役として今後出ちゃう可能性もあるんだけど。あ、まあそれは全然、はい、マジ全然ありがとうございます、大丈夫ですけど。よかった。それはバンドでやるんですか。バンドではないから。バンドではないとなると、まあ、どんな感じでこうやるんですか。具体的な、具体的に。あ、まあ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 、そのまずは次の1本、まあ、ミュージックビデオっていう形で、そこを目標に
やれたらいいかなみたいな、そんなもうこれから先ライブしますとか、もうこれから作品定期的に上げたいとかじゃなくて、まあ、とりあえず次の1本。え、その MV は、うん、出演は誰、あのなんですか、僕ら2人と、なんか他にそのボーカルさんとかいるんですか、ね、いや、もう2人、インスト、あ、インストあ、でもライブと一緒みたいな感じですか、あの、あの時の。あ、そう、はいはいはい、やはり もっとこう、あれ結構ギター聴かせる曲やったよ。まあ、そうですね、はい、今回はこう、なんていうか、ドラムとギターならではのこう、まあ、グルーヴ感重視の曲にしたいなと思って。あー、なるほどなるほど。え、そもそも、マコさん、なんでやろうと思ったんですか、これ。この作品作りみたいな。そう、今回のやつ別になんか一人でもやってるじゃないですか。まあまあ、確かに、はいはい、やっぱヒロキとの二人で作る作品は欲しいなってずっと思ってて、前々から。へえ、一緒にやってるやん、一緒にやってて、でしかもドラマーやのに、はいはい、そのドラマーらしいことをしてないやろ、まだ。まあ確かに、あのいつものね、あの撮影でなんか 俺的にはそのカメラマンってなってるのがちょっと悔しいね、ヒロキは。何ですか。ヒロキはいつも、いや裏方でいいんですよっていう謙虚に言うけど、はい、いやヒロキはねドラム抜群なんで、いやそんなことない、表に出るべきじゃないのかなと僕は思ってるんですよ。僕だってその普通のプロじゃないですからね、あの素人ですから、本当は。いや、でも花のあのドラム叩いてたよ、当時は。いや、なんていうの、人と音楽やりたいもの結構あるかも、根底に。ああ、なるほど。結構、まあ、今までバンドやってきて、一、はい、人になって、今さらにこう、一人でやってきたからこそ、誰かとやりたい欲が今ちょっと強い。なるほど。やっぱりあの時のあれ、素敵やったな、みたいな。はいはい。ちょっと思う時があって。やっぱその、人とやるのって楽しいですよね。楽しい。うん、でも、いや、嬉しいですね。なんかその去年一緒にそのライブをやらせてもらったじゃないですか。なんか結構あの時に、なんかなんていうんですかね、こう昔のなんていうの、こう熱みたいなのがちょっと僕なんかこう思い出しちゃって、本当楽しいなと思ったんですね、ライブ。ああ、なるほどね。だからなんかあれですね、やっぱそこなんかそのライブとか、なんかこう目標がないと、バンドとかそういうのに目標がないとドラムをやらない。人種なんで、そういう目標ができるのは嬉しいです。でも、できるんですかね、僕で。そもそも、僕は全然練習してないですけど、いや、その2人で作り上げるのが俺結構楽しいと思う。はい、あ、それ映像もやってるのよ、ヒロキ。まあ、その去年カメラを買って、あ、そうやな。趣味ですよ。趣味でカメラを買って、ちょっと触ってるぐらいです。ミュージックビデオ撮影とか興味ない？興味はありますけど、やったことないですね。やっぱそういうのを、例えばその次のプロジェクトでやってみるもありやと思う。はいはい、そしたらあれですか、全部自習ってことですか。あ、そう、全部自習の方が面白いかなみたいな、その。いやー、誠さんのご期待に沿えるかちょっと分かんないですよ、実は。いや、でも最初は微妙でも、こう、何、段階踏んで成長していこうが多分。ああ、なるほど。楽しくない。俺も全然だって、作曲とか、ミックスマスタリング勉強中やから。でも企画、もう今これ始まってるってことですか、もうこの時点から。もうじゃあヒロキ OK してくれたから、もうスタートの動画になるかも。おお、勧誘からの動画。曲はこれから作るんですよね。曲、まあ、ちょっとできてるけど、実はね、まあ、作ってる最中。曲一緒に作っていくってことは、僕も若干その楽曲制作にちょっと入れるんですか。そこどうなんかな、ヒロキ。そこをもう、いや、やってくれた方が楽なのか、携わりたいのか、制作に。まあそうですね、まあ、そのドラムのレックをするのであれば、そのドラムのフレーズぐらいは、まあ、前みたく相談したいかなぐらいですよね。なるほどね、はいはい、基本ベース作って、でそれを投げて、そっからちょっとアレンジするみたいな。あ、そうですね。ああ、それ、昔バンドやってた頃みたいな感じが、まあいいですかね、はい、打ち込みじゃなくちゃんとレコーディングして。いやー、取れるかなっていう。でも1曲ですもんね。1曲、とりあえず1曲。ドラムをレコーディングするときはエンジニアさんがつくと思うんですけど、それは誠さんになるんですか。いや、エンジニアさんおった方がいいと思う。そんなドラムレックやってみましょうよ。あ、そういうこと。怖いって、マジで。あ、全部自分が出るから。勉強して。あ、機材はレンタルできますよね、確か。マイク、ドラムのマイクって確か。あ、マイキングを勉強しながらして。ああ、面白そうやな。それでいきますか。もう完全自主でいきません。もうできるところまで。確かにそっちが面白い。作品としては面白い。作品としては全部自分だ。全部自分。ああ、なるほどね。ちなみに、まあそれはもう一本取るとするやん。はい。
めちゃくちゃその動画が反響良くて盛り上がったら、はい、その先もある記録的に。あ、もちろんもちろん全然。あ、マジで、はい、例えばそのライブしたりみたいな。あ、全然、はいはい。あ、マジで、まあ、頑張ろう。じゃあ頑張っていきましょうか。頑張っていきましょうか。